ソテルは、セレウコスワサシリアの王。セレウコス一世の子。紀元前291年頃より、父セレウコス一世からユーフラテス川東方諸州の王として、共同統治者に任命された。父が暗殺されたため紀元前281年に、即位し、広大な領土の管理、都市建設に努めた。シリアと、北アナトリアの反乱を鎮圧し、 マケドニア王アンティゴノス2世と交戦するが、ガリア人の侵入により、紀元前279年に同盟へ転換する。紀元前275年に、ガリア人の侵入を撃破したことで、小アジアのヨニア人諸都市より、救済王と称された。不王同様、都市建設とギリシャ人の入植活動を奨励したが、これは、東方のパルティアやガリア人に対抗する上でも優れた。 政策であった上、ヘレニズム文化の拡大にも寄与した。一方で、父ほどの軍事的才能はなかったようで、エジプトのプトレマイオス2世と戦い、フェニキアとアナトリアの海岸地域を奪われた。プトレマイオス2世と同盟したペルガモン王国との戦いにも敗北したため多くの領土を失い、失意のうちに病死した。父の後歳であったマケドニア王デメトリオス1世の娘、 ストラトニケと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。